高田町は、かつて、東京府北豊島郡に存在した町の一つ。1920年の調整施行によって誕生した。現在の東京都豊島区南部にあたる地域。1889年の市政町村制によって誕生した、前身である、高田村についても合わせて記述する。それ以前の武蔵区豊島郡下高田村についても、本校で述べる。現在の地名では、 雑誌ヶや高田のほぼ全域及び、西池袋2丁目、南池袋2丁目から4丁目、目白1丁目から3丁目のそれぞれ大半に相当する。武蔵野大地上にあり、雑誌ヶや大、高田大などの起伏がある。伝承によればこの地域は、元は菅母省のうちとされるが、確証となる文書はない。高田村はもともと、豊島郡と多摩郡にまたがる土地であり、 商法の改め以前に、下高田村と葛ずが谷村、上高田村に分かれた。下高田村は、両村と共に、江戸時代には、野方領に属したが、後に一部は、戸田領となった。造史ヶ谷村は、現行兼務の頃、近中の雑誌である、八木下若狭、長島匠、戸張平治左衛門などが土着したことから名付けられたと、する説が有力だが、 小日向金郷寺の雑資料であったからとする説もある。古くは増誌がや増誌が谷、増誌が谷とも書かれた。江戸時代には戸田漁に属した。江戸時代、下高田村は次第に町屋となり消滅したが、明治維新後、野方漁に属した高田四谷下町とその周辺の地社や藩邸の土地と合わせ、改めて高田村とした。戸田漁に属した地域のうち、 高田千歳町は、高田城四谷町、高田若葉町は、高田四谷町といい、明治維新後に改称された。また、高田豊川町は、元は小石川四谷町といい、1872年に改称された。造史ヶ谷村は存続していたが、一部は、寺社や、判定の土地となっていた。1872年、岸もゴード前などの寺社や、 判定の土地を合わせ雑誌ヶ谷町、高城組屋敷や寺社などの土地を合わせ雑誌ヶ谷朝日秀町とした。1889年、北豊島郡高田村、高田千歳町、高田若葉町、雑誌ヶ谷村、雑誌ヶ谷朝日秀町と小石川区高田豊川町、雑誌ヶ谷町が合併され高田村となった。東京府案ではこれらの全域を小石川区に編入しようとしていたが、 内務省に却下された。北豊島軍案ではこれらの全域に池袋村の一部と長崎村を合わせ高田村としようとしていたがこちらも却下された。1932年高田町は菅野町、西菅野町、長崎町とともに豊島区となった。北豊島軍案では高田町、西菅野町、長崎町を合わせて池袋区とし、菅野町は 滝野川町、日暮里町と合わせて滝野川区としようとしていたが、菅母町が分村である西菅母町との合併を望んだため、四町合併となった。人口の推移、ありがとうございます。